はい、今回はですね、いわゆるゴルゴですね、バックアップのこの広場を使ってですね、 KPR とファントムが分かれて、あーブルドックさん分かってないかもな。あ、来てくれた来てくれた。ロックさんあっち一人か。おっと、あそこか。おお、やれた。やっぱずっと覗いて待ってるのは良くないですね。的になる。ロックさんはカメレオンつけてるのか。このですね、ちなみにロックさんはなんとデバイスは何でやってると思いますか皆さん。彼はですね、なんと iPhone4 です。すごいですよね。ただそろそろ MC4 が出ますけど、きついかな。やっと1回返しました。こっからなんですよね。ここの領域、この上と下ですね。まあちょっとセンサーやるとね、分かっちゃうからね。このロックさんはですね、ほんと器用な方でね、まだまだ上手くなると思いますね。おお、ブルさんやったね。ブルさんどこいんの。ブルさんそこにいるのね。まあいわゆるこの凸砂と呼ばれるものはですね、まだ全然できないので、あんまり動かない敵を狙って撃つところから始めましょうということなんですが、なかなか当たりませんね。いかに早く探してズドーンってこう撃つ感じですね。うわ、あそこにいる。英国の方がいいのか。よし、よし、このデフォルトのね、このスコープがいいのか。ちょっと2対1だとロックさんきついかな。正直ですね、こっちの高台の陣地の方が有利な気がするんですよね。なんとなくなんですけど、どうでしょうか皆さん。まあこのね、狙いつつも常に自分も動いてないといけないっていうところが世話しないですよね。
これね、まだルールが分かってるからいいんですけど、分かってない人来ると一気に変わっちゃうんで。で、そのこのスナイパーの、まあ、一個バグ技みたいなのがあって、まあ、アップデートで FMJ 弾をつけてると直球を着てても一発になりましたけど、前はできなかったんで、ちょっとできるかな。このですね、武器を変えるボタンと押してから射撃ボタンを押すとですね、2発出るんですよ。いきますよ。もう一回。わかるかな。ディスプレイレコーダーだと遅れがあるからちょっと音が聞こえないかもしれないですね。実際はですね、ダガダンっていうような感じになるんです。いや、弾が2発出るんですよね。おお、やられた。ちょっと同じとこに言いすぎましたね。動きが難しいね。ブルさんはなんだ、 KR を使ってるんだ。 KR はね、連射ができますけどね。まあ一長一短でしょう。実際のスナイパーはこんな動くことはまずないですよね。おお、やっぱりやられた。今のはもう、あ、やばい。いやー、ロックさんすげえな。よいしょ。まあね、本当はこうストンドンって感じで打ちたいんだけどね。ああ、今ので今2発出たでしょ。なんかうまくいかなかったな。という間に10分経っちゃうね。あー、両方とも KR でやってんのか。よいしょ。次はディバイドです。